両方向ラーメンの構造ということになっています。この柱スパンですけども、25メートルございます。明かり取りの窓をつけてですね、自然光を取り入れております。これ実際に実験で使った部材です。揺れると鉄骨っていうのは本当はこう歪むんですね。ところがこの部材はハマってるということは、この地震の体力に耐えたというふうにご理解いただければよろしいかと。